ほらほら、小僧。一度手に取ったお菓子戻すんじゃないよ。あ、お嬢ちゃん、いらっしゃい。あのね、メンマね、これが欲しいの。あ、これ？あ、これね、20円、ね。あ？なんだ小僧、誰と話してるのって、そこのお嬢ちゃんだよ。もう、誰もいない？へへー、見つかっちゃった。俺がジンタンだ。俺がジンタンだった。メンマ、そんなメンマです。カヤの愛です。メンマです、カヤの愛です。ごめんなさいね、なんかね。急にわけわかんないやつやめといてごめんなさいね。わしたちも決して納得がいってやってるわけじゃないんだ。いや、何が始まったのかなと。もう俺だって何が始まったのかよくわかってないですけども、渡された台本をただこなしているんだよ。ということで、今月のお客様はカヤの愛ちゃんでございます。よろしくお願いします。さあ、ここね、駄菓子屋なんでございます。おー、あ、今駄菓子屋の戸がガラガラ。そうですよ。開いたわけですね。そうですよ。はい。駄菓子屋なんですけども、かやのさんは、子供の時に駄菓子屋とかありました？行ってました。ありました。はい、東京出身者。そうです、そうです。はい、でも、小学校のそばとかに駄菓子屋さんありましたよ。ありました？あの、何でしたっけ、ミルクせんべいとか、はい、梅のジャムとか、はい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 、はい。あと、練り飴みたいなのとか、はい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 、結構いろんなの食べてました。そうなんですね。あ、今でもというか、割と東京でもあるんですね。ありますね。なんか、うん、あの、吉祥寺とかに昔大きい駄菓子屋さんとかあったんですけど、今多分なくなっちゃったのかな。なんか、あの、大人になってもたまに食べたくなって買いに行ってました。そうなんですね。はい。子供の時どういう子供さんだったんですか？なんか注射とか打つじゃないですか。はいはいはい、なんか、予防接種とか、はいはいはい。全然泣かない子でしたね。そう。うん、みたいな。打てばいいじゃない、みたいな。え、それはですか？誰かに弱いとこ見られるのが絶対嫌だったとか。でも割と我慢強いというよりも、なんか強がりな子だったみたいで、なんか痛くても、なんか、はい、なんだろうな、結構遊具の上から落ちても、はい、なんか泣かずに、はい、ひたすら耐えるみたいな。何が操作したんですか？何が操作したのよ。って泣くのが嫌だったんだと思います。恥ずかしくて。恥ずかしくて。ほんで、お母さんの買い物とかを頼まれて、はい、なんかこう、うーって引っ張って、でもいっぱい買いすぎちゃって、はい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 、うーってなってても、はい、なんとか持ち帰ろうと思って引きずって全部、一個ずつ落としていくみたいな。ものすごい可愛いエピソードじゃないですか。ほんとそんな子供で、はい、近所のおばちゃんにこうやって、いろいろ拾ってもらって、結局自転車のカゴのに。ご迷惑はかけてたと。泣かないだけで迷惑はかけてたってことです。迷惑をかけてたっていう。そうかそうかそうか。素直に泣いた方が良かったなって今。お友達とはどんな遊びしてたんですか？そうですね。でもごっこ遊びとかしてましたね。お、何ごっこ？だって世代的にはもう、大体セーラームーンでしょ？もう、全部セーラームーン。ああ、ですよね。セーラームーンとか、あとレイアースとかもでもその後流行ってましたね。ああ、レイアースごっこが世の中にありましたか？レイアースごっこもやってました。僕の知らないところで。レイアースごっこ何すんの？レイアースごっこもやっぱ魔法を使えるので、はいはいはい、術とかやったり、モコナの真似とかしてましたよ。そもそも、この業界に入ってくるのも、すごい声優になりたいぞーってずっと思ってて、でしたっけ？じゃないんですよね。はい、なんか唐突に。唐突に唐突になれるもんですか？いや、なれるもんですかね。あの、アリアっていう私結構いろんなところでお話ししてるんですけど、作品を見て、今ちょうど玉浦っていう作品とかでお世話になってる、あの、佐藤純一さんの作品、はい、あ、セーラームーンもそうですね。はいはいはい、あの、作品にすごいあの、心惹かれて、うわぁ素敵だなぁと思って、実際あの、リラクゼーションのお仕事してたので、はい、人を癒すお仕事してみたいと思い、はい、アニメーションでもこうやって人を癒せるんだっていうことから、なるほど。やってみたいと思って。たまたま見たのがアリアだったからね。もう、素晴らしくってですね。はい、まあ、それもあって、ちょっと、まあ、お仕事をしてた時だったんですけど、はい、いや、今やるべきだと思い、オーディションを受け。急、は、に、い、だから思い立って、急にそっちに動けるっていうのは割とバイタリティと言いますか。なんか大きい決断は早いんですよね。ちっちゃいことは、はい、なんか今日はパスタにしようか。あーしょうもな。これはしょうがパスタにしなきゃ。じゃあそばそばそば。すごい悩むんですけど、はい、そういうなんか大きいことは割と決断が早くてですね。そうなんですね。もうやったるでってなる。やったるで。血中関西人が上がってくるんですね。やったるでになるんです。そうなんです。